はい、どうも、トワイスです。今回は、パソコンのフリーホラーゲーム、彼女、こちらの実況をさせていただきたいと思います。私、リアルで彼女ってできたことないので、ちょっとまあ、なんでしょうね、少しでもリア充気分を味わえるんでしょうか。楽しみだなぁ、かっこぼ、みたいな感じですね。ちなみにこちらのゲームは初見プレイですので、ちょっとグダグダになってしまうかもしれませんが、そこはちょっと申し訳ございません。ではやっていきましょう。はい、そうですね、覚悟の上です。ちょっとためらっちゃいますね、こういうのを聞くと。まあでも頑張ります。俺には大切な人がいる。誰よりも、何よりも大切な人。彼女だけが俺のすべて。彼女ですかね。慎太郎。慎太郎。うわぁ、読みたくねぇ。とかって。ほら、慎太郎ったら、ほっぺにご飯粒ついてるよ。ちょ、慎太郎何見てるの、バカ。慎太郎、おはよう、朝だよ、起きて。慎太郎。あれ、俺、寝て、イケメンじゃねえか。ああ、電気つけっぱだ。この電気自動でつくくせに自動で消えないのかよ。今何時だ？頭痛え。気分悪い。なんだこれ。俺、酒くせえわ。ああ、これって二日酔いってやつか。道理で頭痛いわけだ。3時か。中途半端に目が覚めたな。とりあえず水飲んでくるか。あれ？いない。あいつどこ行ったんだ？こんな夜中に。リビングか？こっから自由に動かせるわけですね。なんか、ずいぶん散らかってますけど。飲みすぎじゃね？ゴミが溜まっている。スーハー、スーハー、さてと。衣類がしまわれている。金庫がある。鍵がかかっている。これシフトキーで走るとかないんですね。鍵、鍵。トイレか。特に用はない。鍵。この戸棚とかも何かないか。いいね。マジでどこ行ったんだ。家の中で迷子か。とりあえず探すか。なんだ、瓶が落ちたのか。なんで落ちたんだろう。てかこれなんだこれ、血？俺、まさか酔ってどっかぶつけたのか。これ、彼女っていうか、思いっきり一戸建てで同居 してる感じですかね。マンション？どうだろう。テレビは調べられない。ここか。ああ、これどう考えても一戸建てだ。すげえ。彼女を探そう。請求書の束。ちゃんと払えよ。ブレーカーは正常に作動している。え、ブレーカーあんの？ブレーカーあるってことはこの場所覚えておかなきゃ。
絶対停電パターンあるでしょ。トイレ。こっちもトイレとか言っちゃう？お風呂は今はいいか。換気。あれ、水飲みに来たんじゃ。あ、26歳。若くしてこんな一戸建てに住めたなんて。とりあえず、開始記念セーブしておきましょう。怖いなぁ。もうこの雰囲気、この雰囲気だけでもう怖いわ。お腹いっぱいだわ。特に部屋に変わったこともないか？あと行ってないとこは？開かない。俺鍵なんてかけたかな？あ、そういえばテレビのところに。効果音が地味に怖い。セカンドリビングの鍵を手に入れた。あった。確かこれだな。あの部屋にあいついるのか？しかも鍵なんてかけて。どうなるのか。ああ、こういう時セーブですよね。ついつい忘れちゃうんですけど。ここにはいない？待て、これよ。今斜め向いたから斜め移動できるのかなって思ったんですけど、できませんね。あ、これ読みますか？いいえと言いたいところですが、はい。9月21日、今日は夢の国に遊びに行った。子供みたいにものすごくはしゃいでたな。可愛かった。今度はどこへ出かけようか。お前と一緒なら俺はどこでもいいけどな。10月7日、今日は会社で失敗をしてしまったらしく、あいつ泣いてたな。俺がそばにいるから泣かないでくれ。ああ、でもたまには友達と電話で愚痴り合うのもいいかもな。11月15日、今日はデパートで買い物だ。あいつは何着ても似合う。でもあんまり露出はしないでほしいな。これからの季節寒いしな。うん。12月23日。おかしいな。部屋の電気がついてない。出かけたのか？1月15日。今日は記念日。二人が結ばれた日。俺何言ってんだ、気持ち悪い。でも嬉しい気持ちは変わらない。ケーキ用意しよう。何をプレゼントしようか。喜んでくれるかな？自分の日記ってことですよね。くそー、リア充。末永く爆発しろ。お？今いたね。彼女か、あれ。それとも知らない人か。いない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 。ん？あれ？ここはさっき開かなかったはずって。いない？うわ、テレビネタとかあるのかな。というか、ベッドが3つあるってことは、あれですか？もう一人誰かいるってことですか？それとも、客間？暗証番号？適当に打ってみようか。彼女との記念日が1月15日でしたよね。開いた。マジか。指輪。指輪？これを私に？嬉しい。ありがとう、慎太郎。指輪なんてもらったの初めてだよ。ほら、私、男の人とあまり付き合ったことないから、私、慎太郎のそばに入れてすごく幸せ。
な？誰？怖えです。もう怖えです、これ。あー、どうしようかな。ちょっとキリがいいので、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。